自分のスリムメーターを立ち上げるにはなぜ何をすれば、まず何をすればお金を貯める。お金ですね。お金がね、お金がバンバン貯まってないとダメですね。まあまあ結局お金もあるし何かやるしって言ったら、じゃあどんだけ特徴のあるものが作れるのかっていう部分だったりね。で他との線引きがどんだけできるのよと。ね、同じような似たようなもので勝負するにはよっぽどお金がないとそれ勝負できないですからね。もうまるっきり違うもので勝負するって言うんだったら、ね、誰も出してないとか、うん、でも誰も出してないものを出した途端にすぐに真似しますからね、うん、そういうことがだから、ね、って言えじゃなくて、そういうもんだと思ってやっていかないと、それだけで自分だけでいい思いをしようと思ってもなかなかできないのがどの業種も一緒ね。牛丼屋ができればすぐ違う牛丼屋ができて、ね、で訴状効果というのもまあある程度あるんだけど、そんなもんよ。看板まで真似しますからね。食い物屋だって看板までそっくりでしょ、ね、だからもうそっちいただこうみたいなねいう部分が、もうルアーなんかだって、うちなんかだってそうよ。だってもうこの間行ったらさ、そう、韓国行ったら韓国でうちの、スプーンがあるんだけどさあったのね。でそしたら常なんとか吉君っていうところの会社がうちのパクリものを作ってたのよ。ね、でこれ何これとか言ってね、パクってんじゃんみたいなね。うちのは7000ウォンぐらいしてんのよ、ウォンね。でも偽物のなんとか吉君は400ウォンぐらいだった安っとか言いながらね、まあまあどっかの中国製でしょうね、うん、いうのがありますからね。まあ本当はあとは、どんだけ被らないものを作れるかというところですよね。あとそこまでもう長できてきた時には、今度問屋さんに卸すのか直でやるのかっていうところもありますからね、はい。動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。